はい、ボンジュールです。今回もドントスターブポケットエディションやっていきたいと思います。前回は朝になりました。前回は拠点を作って、でこの科学の機械、科学機械、かっこよく言うとサイエンスマシーンですね、を作って、でさらにこの技術のエンジンですね、かっこよく言うとアルケミエンジンですねを作って終わりましたっけ、作りましたね、そんな感じかな。はい、で地図マップは、こんな感じですね。北に行くと、上に上がるともうすぐ行き止まりなんですね。はい、で今回はちょっと拠点をね充実させるために、そうですね、この鍋とかを作りたいですかね。鍋を作るといろいろ料理ができるようになるので、そうですね、こう体力を回復させる料理とか、体力を回復させる料理とか、あとはこう産地を回復させる料理とか、いろいろ作れるようになるので、ちょっと鍋を作りたいですね。人参全部食べちゃったな。はい、で鍋を作るには、ちょっと食べ過ぎたかな。鍋を作るには、炭がいるんですね。炭がいるので、これか、炭が6個いるので、石もちょっとないんですよね。16個か。なのでちょっと 木を燃やすと炭が取れるので、そうですね、ちょっと石を取りながら木を燃やしたいと思いますね。そうですね、ちょっとこの辺を燃やします。松明を作って、はい、そして放火します。明かりをつける、ベッド、火をつけると徐々に広がっていきますね。これも燃やしちゃおう。はい、この辺も燃やしちゃおう。はい、いっぱい燃やしちゃいます。はい、この辺も燃やします。はい、うわー、燃えろ燃えろ。この辺も燃やしちゃおうかな。はい、でこれで燃えた後は炭ができますね。あ、灰もちょっと欲しいです。あんまり広がらないな。はい、で斧を持って、はい、でこれを倒しますね。木炭は大きい木でもちっちゃい木でも必ず1個なので、たくさん燃やした方がいっぱい取れますね。ああ、夜になるな。木炭は結構使うので30個ぐらい欲しいかな。この辺も燃やしちゃおうかな。はい、あちち
あ、でも夜になる。ちょっと火を起こして。お、急に暗くなった。17個か。これも火つけちゃおう。はい。あち。ずっと燃やしてれば、火松明はいらない。松明じゃねえ。火を起こさなくてもいいんですけどね。はい。燃えろ燃えろ。急に暗くなると怖いな。灰も欲しい。うわ、怖い。危ねえ、今危なかった。はい。もうちょい欲しいかな。はい。ちょびっとアイテムを集めながら帰ってきました。で、ちょっとお腹がやばいのでベリーを食べようかな。あ、持てない。はい。で、あれですね、ん、鍋をね、作りますね。鍋はあと石がいるのか。石もいっぱい持ってきたので、そうですね、3つぐらいあると量いっぱい作れるようになるので3つ作ろうかな。なので9個、6、7、9ですね。おお、急に。はい。で、鍋を作るにはこれですね。で、鍋をどこに置くかな。この辺に置くといいかな。あれ？ここにしよう。種が邪魔なのか。ベリー食べて。はい。で、もう一回、鍋。鍋をどこにしようかな。まあ、どんなレイアウトでもいいんですけど、ちょっとおしゃれな感じにしようかな。はい。あら、いけない。あれ、なんで置けない。帽子が邪魔なのか。あ、もう朝になっちゃった。あれ、はい、よし。あとは罠を作りますね。ウサギを捕まえるために罠、これをウサギの巣の入り口に置いておきます。で、出てきた時点で捕まるみたいな。これだけ作っておけば多分ものすごいウサギが取れると思いますね。はい。もう草が全然ないのか。そんなことないか。あれ、合わせておいた方がいいので、
で、あと欲しいのは、乾燥棚ですね。肉を干すための棚というか、あ、もう早速捕まってますね、最後。早い。乾燥棚も作りたいですね、これ。ロープが3つだから、この9個、3つ作るから、9個にしようかな。はい。で、これですね、乾燥棚。これをどこに作るか、まあ、この横でいいか。こんな感じ？こんな感じ？こういうと。どうしよう。ここと。どうしよう、どうしよう。あ、ちょ、鳥の邪魔。鳥の邪魔なんですよ。こんななっちゃうね。立てないですか。なんか気持ち悪いな。しょうがない、シャベルを作ります。シャベルを作って。ずっと引っこ抜く。ガチッと引っこ抜きます。で、これで立てるかな。わー、はい。で、あ、もうウサギが早速捕まってるので、あー、間違えた。もう捕まえます。で、殺害すると肉になりますね。これを鍋に入れて、お肉一つと、まあ、何かベリーとか人参とかを3つですね。あれ、はい、これで肉団子ができますね。あ、できてますね、肉団子。で、ベリー3つですね。で、肉団子はすごく美味しい料理なので、食べるとすごいお腹がいっぱいになります。パク。おー、もう一気に満タンになりますね。素晴らしい。で、あ、そうそう、あとはあれも欲しいんだ。チェストですね。だったかな。板3つで、チェストですね、収納箱。これを作っておかないとアイテムがいっぱいになっちゃうので、この辺かな。はい、この中に余った材料を入れておくと。あ、こんなもんかな。今のところはこんなもんかな。そうですね。で、さっき引っこ抜いた草なんですけど、こう植えることができるんですね、ペット。ちょっと肥料が必要なんですけど、まあ、こんな感じで物を移動させることができるので、ベリーとか、を移動させて、まあ、拠点のそばに植えておくと、いちいち取りに行かなくても良くなるんで、ちょっとそれもやりたいですね。これ、置いとこ。そうですね。ちょっと、ハンマーを作りますね。
ハンマーもいずれいるので、ハンマーはこれか、ロープが2本、ロープが2本と、ハンマーを作って、でちょっとマップ探索もしたいので、あーどうしようかな、食べ物、肉団子1個持って、でちょっとマップ探索しようかなと思います。何か面白いのが見つかるまでカットかな。これまっすぐ行くと、あー豚小屋ですね、これで豚の村ですね、豚が建てた家ですね。うん。で、豚はこう近づくと逃げていっちゃうので、逃げていっちゃいますね。いやーでもこの草もすごいな。ありがたい。あ、これは上に何か見えてますけど、これは見たことあるぞ。はい、これ上にいるのは豚キングですね、豚王様。この豚王様に何か珍しいものをあげると金をくれるんですよね。なんか与える、ベリーいらない、肉団子とか食べるかな、あーいらないか、さっき拾ったシャベルはダメか、人参いらないか、うん、なんかもっと珍しいものじゃないとダメですね。ああ雲の巣もある、そうですね。ああでもこの豚の小屋を移設するっていうのもありですね。ただ荷物パンパンなんですよね。ああ枝が落ちてる、ありがたい。うわあ蜘蛛の巣がでかい、ああここか、これ反対側に行ってみようかな今度は。ああここまで、ああまた豚の村だ、すごい、ここベリーがいっぱいある、豚が育ったのかな。ああここにも草がいっぱいある、いやーこれはありがたいですね。そうですね、豚小屋を潰して豚を移設したいけど、ちょっとね荷物が持てないので、なんか捨てようかな、なんか捨ててきゃいいのか、何捨てようかな、シャベルかな、3つ出るんですよね確か、3つ空きがあればいいので、ツルハシ捨てようかな、ツルハシがいらないかな、よし、豚の家を潰す、はい、さらば、豚の家は潰しても怒られないので、家に帰った豚でも容赦なく、おお、あ、花はある。容赦なく豚の家を潰す。こっちにもあったよね。あれ、ないし。
あった。このかわいそうに豚。あ、かわいそうに家をなくした豚が。あ、もうこれ持てないんだっけな。あ、もう持てないか。あ、どうしようかな。腹減った。人参を全部食べて、しまった。シャベルがいらんか。これで、あ、満月ですね。火をでかくして、この家も潰す。あ、寝ちゃった。すごい鳴いてるけど。え、何？あんなことになるの？満月の日って。やべえだ、一気に。体力削られたんですけど。怖え。もうない、豚の家。もうない。やべえ、もう帰ろう。もうないかな。ベリーはもらっとこう。怖え。もういきなり半分になったんですけど。あれ、こっち行くとどうなるの？わ、すげえ歩いてきた。これ絶対帰れんな、こっち行っても。わー、何これ、すごいいっぱい落ちてるんですけど。もう荷物いっぱいやし、設計図っていうのは確かね、新しいのが作れるようになるので、まあ、この松ぼっくりを置いて、どす置いて、設計図を見る。鳥の罠か。はい、ちょっと頭良くなりました。欲しいけど、まあいいか。はい、帰ってきましたね。ちょうど夕方になったら帰ってこれました。いやー、恐ろしい思いをしましたけど。そうですね、豚小屋を建てようかなと思うんですけど、どうしよう、あんなことが起こるなんて思わなかったな。あ、そうだ、一回作らないといけないのか。
あんまり近くに立てちゃダメってことですよね。あんなになるってことは。豚小屋。これか。どうしよう。ちょっと離れたとこに建てようかな。あんまり遠すぎず近すぎず。どうしよう。どの辺がいいかな。あ、でもこの辺か。あ、ちょっと待って。今なんか嫌な予感がした。嫌な声がした。よし。ここに豚の家を建てよう。まだいける。ここにしようか。ちょっとおしゃれな感じ。あー、もう終わりか。ちょっと待ってよ。今なんかガオガオ言ってたよね。あ、なにこれ、近いじゃん。すげえ、やべえかな。また追いかけられるかな。ちょっと待ってね。防具を作ります。これ、あれ？ないのか、豚。しまったなぁ。ちょっと待ってよ。狼がね、来るんですよ。装備して、槍を持って、戦わないといかんかな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ご飯食べるかな。ご飯を食べて。うわ、来るか。夜のうちに来る。夜のうちに。聞いた聞いた。まずいまずいまずいぞ。夜のうちに来るとまずい。初めての戦闘です。どうしよう。朝まで粘って豚と戦わせるか、もしくは自分でやるか。ちょっと朝まで待ってほしいな。来るの。来るかな。やべ、来た。いやいやいや。狼なんですよ。狼が襲撃してくるので。あ、でも朝になる。よしよし。豚と戦わせよう。豚戦え。豚、行け。怖い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 。豚豚豚豚豚豚結構強いので、はい、おーし、ナイス。豚豚をこうやって使えるんですね。ただちょっと近かったな豚。だいぶ木がでかく、嘘でしょ。そんなー。